一花、おはよう。おはよう。今日練習出れる？みんなで新しい曲に挑戦しようと思ってるんだけど。ごめん、今日もバイトあるから。そっか、わかった。志保が来れる時までにみんなで合わせられるように練習しておくね。志保、あのさ、行こう、遅刻するよ。最近頑張ってたな。歌も演奏も上手くなってた。一花だけじゃない、みんな厳しい練習にもついてきてくれてる。だけど一緒にやりたいって思ってくれるのは嬉しいけど、その気持ちだけじゃ絶対にダメになる。プロになる覚悟ができないと難しい。みんなにはその覚悟ができるの？プロになる覚悟？私は、さっきのこと困らせちゃったな。あのまま答えを聞いてたら、さっきはきっと勢いでプロになるって答えてただろうな。でもそれじゃ絶対に辛い思いをさせる。本当にプロになる覚悟がなくちゃ。あんな顔もうさせたくない。今日のライブは特に何もなさそうだし大丈夫そうだな。あの、日の森さん。え、あなた、この前の。はい、スタンドアウトのベースをやってるミオです。この前はごめんなさい、突然代わりに演奏させてしまって。ああ、なんとかなったから大丈夫ですよ。少し驚いたけど。それより、いおりさんと何かあったんですか？私、デビューするって決まってから、ずっと怖くて、逃げてたんです。怖い？いおりちゃんが言ってたんです。プロになったら、今まで以上に真剣に音楽と向き合わなきゃいけないって。私は、みんなで楽しくバンドができればそれでよかったんです。みんなと一緒に曲を作ったりライブをしたりするだけで毎日がすごく充実してて。そうなんですか。なんだか一花たちに似てるな。みんなで楽しくやりたいってところとか。でもプロになったら好きだけじゃ通用しなくなるっていおりちゃんに言われたんです。どんな時も音楽と聴いてくれるファンを優先しなきゃいけない、自分たちの作る音楽に責任を持たなきゃいけないって。そうですね。責任ってどういうことなのかわからなくて、好きな音楽をやってるだけじゃダメなのかな。私が思う責任はステージの上で常にベストな音楽を届けていくことだと思う。ベストな音楽？その時落ち込んでいても体調が悪くてもライブに来てくれたお客さんには関係ないから。それにステージの陰で支えてくれてるスタッフたちもいる。そのことを自覚してライブを投げ出さないことも責任の一つ。あ、私自分のことしか考えてなかった。今までと同じじゃダメなんだって考えたら怖くて、いおりちゃんたちと音楽と向き合うのが怖くて、
私。やっぱり似てる。このままだときっとみんなもこの人みたいになる。楽しくバンドをしたかっただけなのに、急にプロになる覚悟をしろなんて言われたら。だけど。え？それでもやっぱり私はみんなとバンドがしたい。ひよりちゃんたちと一緒の道に進みたいんです。今まで逃げてばっかりだったから。ひよりちゃんには見放されちゃってるかもしれないけど。プロになってもっと上手くなりたい。あのバンドみたいに音楽で誰かの心を揺さぶるような、そんな演奏をしたい。でも私、みんなと演奏するの好きなんだ。この人は私でもあるんだ。みんなと一緒に演奏し続けていたい。そう考えてる私と同じ。これ返します。私の楽譜必要ですよね。スタンドアウトに戻るのなら。ごめんなさい。スカウトされてるのは日の森さんなのに。別にいいんです。これは私のものじゃないし。でも伊織さんの言う通り、ちゃんと考えた方がいいと思う。はい、責任ですよね。はい。その上で音楽と向き合えそうだって思ったのなら、きっともう大丈夫だと思います。え？伊織さんたちとやっていきたいって思ってるなら諦めない方がいいですよ。だってデビューが決まったのはあなたの実力でもあるんですから。日の森さん、ありがとうございます。頑張ってください。うまくいくといいな。私も答えを出さなきゃ。